はいどうも、かまし TV のかましです。今回は、今、ここに見える通り、カマキリいるんですけど、まだ一応生きてます。ほら、口動いてますね。口動いてたら、足も動いてるんで、まだ一応は生きてるんですけど、あともうちょっとで、死んじゃいそうです。で、一応毎日、栄養分のあるもの、液状にしたやつを食べさせたりとかしてるんですけど、もうダメですね。もう吐き戻しちゃったりとかもしてるんで、多分寒かったりとか、今昼間なんですけど暑かったりとか、そういうのがあって、もしかしたらもう弱ったのかもしれません。でもまだ目もこの色で黒くはなってないんで、まだ大丈夫ですけど、まあ分かる通り、まあちょっと吐き戻しちゃいました。こんな感じで昨日あげたやつが吐き戻っちゃってます。ということで、今からみかんあげていきます。今日はみかんの汁を潰したものを飲ませます。今机に取れちゃったか、もういいや。はい、これをこんな感じで、ちょっとブレてすいません。いやでも昨日はもうちょっと動いてたんですけど、今はもうちょっとやばいですね。前のここの足の部分はもう本当に機能してないです。はい、こんな感じで乗せると飲んでくれます。はい、動きました。一応吸えてはいるようです。はい、こんな感じでいつも飲ませてます。こんな感じで、ももう頭が動かなくなってきてるんで、首のところが多分もう今日か明日には死んじゃいますね。今こんな感じで一応足とお腹が動いてます。まあ多分大丈夫でしょう今は。で、口も一応動いて飲めてはいるんで、まあこれ全部飲むのは無理ですけど、ちょっとだけでも栄養のあるやつは、もうでも負担かかっちゃうのかな。あとまあこんな感じで、今回はあんまいい回ではなかったですけど、これで終わりにしようと思います。いや本当にもうちょい動画撮っておけばよかったって思ってます。で、このカマキリ撮ったのがもう3本しかないんで、で今ので4本。で、最後の、死んじゃった時用ので、5本なんで、まあ少ない回ですけど、いやー長生きさせたかった。本当はもうちょっと長生きさせたかったですけど、無理でしたね。いや、まだわかんないですけど、とりあえず今回はここまでにしようと思います。見てくれてありがとうございました。